ゲーム音楽をオーケストラ化するときっていうのは、はい、こう普通の曲をオーケストラ化するときとはなんか違って意識されてることってあるんですか？ゲームのバックグラウンドを大切にします。ストーリー的なことですか？そうですね、役割というか、その曲が担ってるポジションですね、はい、一番効果的って言ったら卑怯ですけども、はい、うん、演出的なことも考えて、はい、書かせてはいただいてます。ゲーム音楽をオーケストラ化するにあたって大変な点とかありますか？厳密に言ってしまうと、例えば音楽的にこれはちょっとあまりよろしくない書き方だぞとか、はい、禁止、本来はその和声で禁止されてることだぞっていうのはもちろんその置いといて、はい、やっぱりそのゲームの中で一番輝く方法というか、はい、それを探ろうと思ってます。特にゲームのユーザーの方、ファンの方もいらっしゃるっていうところはちょっと意識されたりはするんですか？そうですね、はい、叩かれたことはあるので。どういったことで？メドレーの仕事をさせていただいた時に、はい、大事なテーマがあったんですけども、はい、ちょっと音楽的な流れでちょっとテーマを使わずにちょっと前奏を使って次の曲ポンって進んだら、はい、軽くちょっと演奏しましてすごく叩かれたので、やっぱりそこは重要視するべきだったなって。なるほど。反省して、はい、それからはちゃんと。あ、音楽的にはこちらの方が美しくても、つながりはいいかなと思ってやったんですけど、はい、そのテーマがだいぶ重要だったので、ファン投票でも結構いいランクのものだったので、やはりそこは削っちゃいけなかったなって。でも思い入れって人それぞれですから、はい、あまねく皆さんのなんかこう思い出をこう拾っていきたいなって思ってるので、はい。